あとは拳で勝負か。やっぱり、おっとまた食らってしまった。これはまた配色濃厚かな。まずいまずい。どんどんパート数が伸びていく。ラスボスのパートだけで一体何パート使うんだっていう感じになってしまう。おーん。本当にまずいぞ。そう、肉弾戦とか悠長なこと言ってられん。なんとか、あのネギボックス。あそこにさえ行けば、きっと、たくさんのネギが俺を待っている。そしたらこの端っこに乗ってビョンビョン豆を投げる、その生活をまた始めればいいんだ。よし、豆待ってろよ。豆じゃない、ネギ。しかしこのおててが邪魔をする。ちょっとそれを取っている時に上からビームはやめてくださいよ。誰ですか、上からビーム出してんの。目からビーム出してんの誰ですか。デジコですか。ちょっとやめてくださいよ。そんな可愛い顔して俺に反旗を翻した。俺がいつデジコに何をしたって言うんだ。デジコはいないですよね、このゲームには。そうやってね、勝手にデジキャラットのことを悪く言ってごめんなさい。これよく見ると死んでますね。なぜ昨日のうちに死んでおかなかった。そうすれば時間の短縮になったのに。今のうわードヒャーのシーンで数十秒のロスがあったな。ごめん、言い過ぎた。多分10秒ぐらい。で、これ何戦目？最初やられて、多分、3か4か5か30か、それぐらいだと思います。でね、普通の実況動画とかプレイ動画だったら、いいシーンをダイジェストで送るとか、やられてるとことかは、早送りとかできるんだけど、1分実況って、ね、動画の一個一個の時間は短いけど、全部垂れ流しの、まあ、たまーに例外を除くけど、垂れ流しの動画なんで、こういうなんていうの、NG シーン、今回もね、うまくいくかわかんないんですけども、NG シーンも全部収録してるんで、そしてサブウェボンが変わりました。豆の攻撃力弱かったから、このゴキブリでなんとか、騎士回生行くか。ゴッキーを使いたいのは山々なんだけど、ネッギーがないので、なんとかネッキーでね、ゴキブリを、ネギを放置して、傷んだネギに、ゴキが群がり、それをミクさん素手で回収し、素手でボスにぶつけるっていう、素晴らしい、いい算段だ。というか、この赤いバチバチは、ね、左下の右下もそうだろうけど、そこまでは来ないんだね。で、ネギはちょっと溜まってきて、もうハート取っちゃおう。よし。まだ残ってるかな。そしてこれ結構多段ヒットするのか、ね、いい感じにダメージが当たってきて、多分そろそろね、第2形態来ましたよ。やっぱり怖いな。おっと、上からレーザー、そして両手、両足はもうないんだって。もうてか、もともとないんだって。ついつい両足の存在を認めようとしてしまう、カーラさん。そして、ネギがないので、左上、あそこに行きさえすれば、ちょっと邪魔ですよ。お、ハートもある。やったね。あれを使って回復プラスネギを、ちょっとやめてくださいよ。握手券持ってない人たちはちょっと来ないでください。邪魔ですよ。ネギくれ、ホモくれみたいなテンションでネギをいただいて、ゴキブリを復活させ、これを投げて、なんとかしのぎたいところだけど、降りれない。ちゃんと下押さないと。こうやってね、でももう20匹もいないからな。あとはどうだ。近寄って肉弾戦を、近接攻撃を挑むか。でもそれは結構、リスクも大きいからな。この赤いのビシャーって出されると、とりあえずレベルは上がってないけども、物理で殴る。こうやって殴り、ちょっと両手が邪魔ですよ。あと上のネギボックスを、なんとかぶち壊して、ネギの回復を、ゴキブリの復活を図ろう。ちょっと邪魔だな、両手が邪魔で。あとちょっと、意外と、今ボスゲージ見たらもうあとちょっと、これでね、回復、物理殴るか、それか、一応ネギボックスもらって、よし、回復。そして、よし、ゴキブリ、くらい、ゴキブリ、やった、ゴキブリのおかげで世界は救われた。素晴らしいぞ、ゴキブリ、大嫌いだけど、ゴキブリ。そして、時間はないので、エンディングはまた明日。明日で終わり。いやー、終わりましたな。ミク物語、堂々完結でございます。一応、他にモードがあるんですけど、ボスラッシュとか、そういうのはね、まあ、やり込み系なんで、ぜひダウンロードしてご自身でプレイしてみてはいかがでしょうか。っていうか、本当やってほしい、このゲームは。みんなに。でね、ミク物語は本当ね、一目惚れだったんですよ。本当はね、この1分実況第8シリーズ、最初はパロデュースをやるつもりだったんですけども、たまたまね、フリーゲームのサイト、いろいろ投稿されてるサイトで、おボカロ曲が流れてるじゃないですか。さすがミク物語で、たまたま見つけて、何これ可愛いと思って、ちょっとやってみたら、最初の面をやってみたら、わ、これ操作性もいいし、なんか気持ちいい、やろうってことで、ほんと突発的にやりだしたんですけども、個人的には大当たりです。
まあ、ちょっとね長めのパートになっちゃってあれなんですけども、あということはもう時間がない、挨拶はもうしません、いつものことなんで、なのでもうエンディングもカットごめん、いつものことだ。終わり。